大迫力だ。なんてこと、せっかくもう少しでクロリの魔法を止められたのに。エネルギーを集めるのが目的だったけど、役に立ちそうなデータが取れちゃったな。こうなるとサンプルも欲しいな。どうしようかな。行っちゃえ。ちょっとだけ近づかせてね。おっと、危ない。攻撃するのはあっちだよ、あっち。まあまあ落ち着いて。ちょっと待って、僕は君の敵じゃないのに。ちょっと、ピュアも全然プロリーを制御できていないじゃないの。こんなのもうどうしようもないじゃない。いくら実験のためとはいえ、さすがに自分の命は惜しいかな。この人ならきっと。ここは一体。ジレン、確かにあの子ならこんな列車でも何とかしてくれるかも。悟空君もベジータ君も起きてこないし。破れかぶれよ。くぅ、後でちゃんと海兵を吸収しなさい。あなたはジレンと一緒にブロリーを倒すのよ。分かった？消えてなくなれ。さてと、消えてなくなれ。いてててててて、まさかフュージョンが溶けちまったな。で、おめえジレンじゃねえか。なんでここに。わからんが話は後だ。来るぞ。さてと、そう見ていたな。どこへ行く？なぜ俺と戦わない。こんなに強い奴らが集まってるのに全力出せねえなんて。孫悟空、いや第七宇宙よ、力の大会での借り、ここで返させてもらう。お前の相手は俺だ。貴様の実力は認めざるを得ない。だが貴様の強さに正義はない。異性もないような奴に負ける俺ではない。
で終わりだ。ちょっとばかり僕の計算とはずれてしまったけど、これだけ大きなエネルギーが回収できるんだ。終わりよければ全てよしなんてね。よしよし、これだけエネルギーが集まれば。